稲葉号と言います。会長、これは国宝。国宝ですね。ああ。じゃあ一回家康の手に渡ってるんですか。うん。パーフェクト。うん、パーフェクトですね。こういう刀はね、ないですよ。さて、3階がまだあるんですね。3階は錦帯橋に関わってるものを今。ああ。江戸時代の掛け軸で錦帯橋がちょっと見どころが面白いのは水がすごい豊富でしょ、うん、これはダムがなかったからなんですよ、単純に、はい、昔は本当にもっと水量が多かったってこと、水量が多かったんですね。ああ、だから本当に橋掛けるの大変な作業だったんですよね。だからね、本当は大変だったと思いますよ。すごい、うん、それはもうすごいですよね。でこれはね、作者はね、分かんないし、うん、絵もね、うん、そんな上手じゃないんですよ、うん、だから有名な人じゃないのは分かるんだけど、あ、これ宮島？宮島と錦帯橋が書いてある屏風はね、初めてなんです。あ、宮島だ。大鳥居がない。いや、これはなかったんですね、まだね。あ、なかったんだ。うん、はあ、すごい。これは深掛船がすごいでしょ、だから、ね。すごい。そうです、瀬戸内海がね、近かったんですよ、ね、満潮の時を狙ってみんな海からこの辺まで来てたんですよね。これは錦帯橋の教えたって言われてる独龍さんの書なんですよね。独龍、はい、すごいな。この洛中洛外図は、これはね、価値は面白いんですけどね、有楽図屏風って意外とないんですよ。ないですよね、こういう屏風ってね、うん、当時の町の様子が分かるんで、こういう屏風って意外といいんですよね。そうですね、侍の刀の刺し方とかね、うん、それとか服の着方とかね、意外とそういうのがね、文化がよく分かるんですよ、うん、これらは珍しい吉川さんですよね。お母さんの中ではね、これ特にですよね。見て、これ。こんな時代があったんですよね。こんな梨地で。こんなでっかいです。これは佐竹ですか。うん、これ佐竹。ああ、綺麗ですね、この長持ちって。綺麗ですよね、これね。状態いい。それでは、とうとう山場になってまいりました。先ほどからお話してますけども、会長は。刀の収集家ではもうそれは日本ではね、知らない人はいないというほどの方なんですけども、その中でも会長、多分お持ちの刀の中で最高峰の刀はやっぱこれでしょうか。まあそれはそうですね。その刀が稲葉号と言います。会長、これは国宝。国宝ですね。ああ、その国宝を普通にここに置いて今見せていただけると。いうのはこれも森家歴史チャンネルぐらいじゃないかということで、会長、じゃあそうですか、見せていただいてもよろしいですか。皆さんがね、うん、勘違いしてるの、刀こう抜くと思ってるでしょ、はい、あれやるとね、傷がついちゃうんで、これを抜く時はね、人を切る時だけですよ。あ、そうなんですか。いざとなった時だけ、うん、普通刀ってこう抜くんですよね。両サイドに当てないようにこう抜くんですよ。ちょっとその辺も違うでしょ、イメージがね。違いますね。でもそれの方がなんかそれっぽい。こう普通に持ってらっしゃいますけどね。それなりな金額なわけですよ、これ。天正13年ですね、12月に、大網家が金象眼をしたんですね。なるほど。稲葉勘右衛門が持ってたんで、うん、それから600貫で徳川家康が売ってもらってるわけですね。じゃあ一回家康の手に渡ってるんですか。うん、そう。で家康が関ヶ原が始まる前に上杉と一戦交えようと思って行くんですよね。で行きかけたら三成が関ヶ原で謀反を起こしたっていうのを聞いて U ターンします、ね、急遽 U ターンするんですけど、上杉も厄介な当時は恐れられてたんでね、なかなかあっちと向かえっていうね武将が手を挙げないんですよ、ね、それでね困り果ててね、でまあ家康が息子の自分が持ってたこの愛刀をやろうと言って、上杉に向かわすんですね。だから徳川家を守った刀って言われてるわけです、ね。これちょっと今油をつけて、ちょっと会長持たせてもらってもいいですか。国宝ですよ。僕国宝を持ったことってないかもしれない。でも反りがすごいですね。この反りがキュンと。身幅があって、で、結構重たいでしょ。重たい。やっぱり。で、なんといっても、ここの地金がね。均一にずーっとね。この元から切っ先までね。均一ですよ。この積み方がね。普通はね。ちょっと大きめになったり、ちっちゃめになったり、いろいろあるんですけどね。この午後のね。刀はね、もう全く。均一に、だからものすごい力があったのか、目もいいのか地金もいいのかね、まあ、全てがねパーフェクト、パーフェクトですね。こういう刀はねないですよね。まあ私も命がけでやるとしたらもうこの刀ですよね。刃がいっぱいあって身幅もあって反り具合もちょうどいいですからね。七頭身の美女を見とるような感じですよ。そうですね。ちょくちょく出てきますね。会長。なんかマリリンモンローを見とる。でもこっからぐんといくんですね。こうなんだろう。元からぐんって反るんですね。うん、そうですね。ね、なんかこうふわーんっていくんじゃなくて、ここぐんって。多分ね、この刀もね、生まれた時はこれぐらいあったと思うんですね。じゃあ、うぶじゃない。うん。これは家康の身長に合わせてますからね。だから家康の身長がこれでわかりますよね。要はだから家康も持ったであろう、息子の忠義かなんかも持ったであろう刀ってことですよね。そういうことですね。時のスーパースターたちが持った、しかもそれが宝物として持ってたものを普通に持つってどういうことっていう話。ありがとうございます。本当にいいものでしたね。これ本当 YouTube 回数稼がないと大変で、はい。まあこうやって駆け足で回ってきましたけども、ぜひ皆さん岩国にお寄りの際は、柏原美術館の方にお寄りになっていかがでしょうか。ありがとうございます。はい、次回は吉川さんの方にもお邪魔したいと思います。チャンネル登録、いいねボタン、大義である。